オランダの ATM シリスとは、マスターカードが中心となって運営しており、ビサ陣営のプラスと並ぶ、世界的な銀行のオンラインシステムである。マスターカード、マエストロ、ダイナスクラブ、JCB などのクレジットカード、またはデビットカードやプリペイドカード、シリスのロゴが入った、主要銀行が発行した ATM カードが93カ国以上、100万箇所以上の ATM で、 利用できるようにネットワークされている。国際キャッシュカード共通の問題点だが、一部の発展途上国など回線状態の悪い地域では、必ずしも常時利用できるとは限らない。マエストロはシリスのネットワークに基本的にリンクしている。海外の ATM やゆうちょ銀行の ATM などでは、よくマスターカード、マエストロ、シリスの3つの色違いの似たロゴマークが掲示されている。 カナダやアメリカの ATM では、ローカルな銀行間のネットワークと一緒にシリスのネットワークも利用されている。多くの場合、プラスとシリスは両方とも同一の ATM で利用できる。日本では、キャッシュカードの時期ストライプの規格が諸外国と異なる。ことからプラスなどを含めた国際ネットワークが扱われている金融機関の数が限られている。 2007年7月11日より、セブン銀行の ATM でも利用できるようになり、ゆうちょ銀行の ATM などと合わせれば、利用箇所が増加した。訪日する、海外発行のシリスやマエストロの ATM カードを持つ人たちにとっては若干改善される。なお、セブン銀行の ATM でのシリスの取扱いについては、 2009年12月14日より2010年8月23日まで停止されていた。マスターカード側の手数料体系改正により、再算性の問題で一時撤退していたものである。さらに2013年4月19日から2014年1月9日までの間も同様の理由で停止していた。インドやバングラデシュではシリスネットワークが国際的なネットワークだけでなく、 ローカルな銀行間のネットワークとしても用いられている。ありがとうございます。